不動産業界で転職するなら宅建ジョブエージェント。宅建を活かせる求人や宅建なしで応募できる人気求人をご紹介。無料面談も実施中。さあ皆さんですね、不動産に関係する資格、民間資格も入れてですね、どれぐらいあるかって皆さんご存知でしょうか。資格を取るときにその資格がどういう資格なのかっていうのが分かる名前の方がいいです。これがですねものすごく重要なんです。そしてですねこれがすごく役に立つんです、実務で。田中行政書士の不動産大学、不動産関係の資格って一体どれぐらいあるのへーん、ということで、このチャンネルは完全独学で9の資格を取った元上場企業のトップ営業マンである私が、宅建をはじめ資格取得に役立つ情報を発信するチャンネルでございます。ということでですね、最近不動産関係の資格についてよく動画の方でご紹介させていただくことが多いんですけども、例えば宅建であればですね、宅建マイスターっていうのはですねありますよっていう話もしましたし、不動産コンサルティングマスターとかですね、まあ、そういった上級資格ですね、宅建の上級資格もありますし、ここにマンション管理士とか管理業務主任者とかあるんですけども、さあ皆さんですね、不動産に関係する資格、民間資格も入れてですね、どれぐらいあるかって皆さんご存知でしょうか。ね、7つか多くても8つぐらいかなっていうふうに思ってませんでしょうか。これですね、実は不動産に関連するっていうところからいくとかなりあるんです。ちょっとご紹介したいと思います。こちらです。はい、こんなにいっぱいあるんです。まあ他にもあるかもしれませんけども、これだけありますよ。私は調べただけでも。かなりの量なんでございます。例えばですね、認定サブリス建物取扱主任者とか聞いたことありますかね。あとは空き家管理士とか、民泊適正管理主任者、マンション大規模修繕プランナー、外国人宿舎管理アドバイザー、すごい資格ですよね。もういっぱいあります。他にもですね、不動産仲介士とか、空き家相談士とか、たくさんあります。まあ、こんなにたくさん資格があるんですけれども、ちょっとこんなコメントをいただきましたので、ちょっとご紹介したいと思います。こちらです。ぬこぬこさん、ありがとうございます。まあ、資格は活かし方ですよね。相続診断士なんて、就職市場で無価値だけど、そのニーズがある人間からすれば、なんかこの人詳しいかなと思わせることができるかもしれないし、もちろん自分に十分なキャリアがあって、プラスアルファのものだけれども、でも、不動産だと、税、コンサル、登記、鑑定と結びつきそうだし、修行のテーマで動画作ってほしいな、ということでですね、コメントありがとうございます。そうなんですよ。これですね、よく資格の意味があるかどうかっていうことをですね、お話ししていくと、知らず知らずのうちにですね、なんかそれが、こう、転職とかですね、就職に役に立つのか、要するに履歴書に書いて、それがパワーとしてですね、生かされるのかどうかっていうところにフォーカスする人が多いんですけども、私はですね、それだけじゃないと思っています。正直ですね、そういうところだけ見てしまうと、やっぱり国家資格じゃないとあんまり意味がないという話の結論になっちゃうだけなんです。そうじゃなくてですね、この方がですね、今コメントでおっしゃってくださっているようにですね、相続診断士なんて確かにですね、就職市場ではですね、履歴書に書いたところでそれによって就職が決まるってことはですね、可能性としてはそんなにないと思いますよ。低いとは思います。ないとは言い切れませんから、もうすごく低いとは思いますけれども、この方がおっしゃっているようにですね、そのニーズがある人間からすれば、なんかこの人詳しいかなと思わせることができるかもしれない。これがですね、ものすごく重要なんです。そしてですね、これがすごく役に立つんです、実務で。ですからですね、私も資格を取るときにですね、ここの部分もすごく重要視してるんです。どういうことかというとですね、一つ具体例を挙げますと、さっきのですね、資格のリストの中にありました、この中でですね、私が持っているもので、敷金診断士っていうのがあるんですけども、こちらですね、もちろん民間資格なので、何か独占業務があるわけでも何でもないんですけども、じゃあなんで私はこの資格を取ったのかというとですね、結構ですね、不動産トラブルで多いのが、敷金トラブルが多いです。まあ、敷金です。要するに簡単に言うと、お客さんは敷金返せっていうし、大家さんは敷金からこれ引きたいっていう、そういうトラブルがとにかく多いんですね。で、よく私も相談をいただくことがあったんですけども、で、現地に行ったりすることなんかもあったりしました。で、正直ですね、敷金トラブルに関しては、物件がですね、高額物件になってこれば別なんですけども、いわゆるワンルームの一人暮らしみたいなので、こう、敷金で揉めたぐらいだとですね、額が非常に低い争いなので、正直弁護士に頼んだりとかですね、裁判までやるっていうのは、どっちにとってもあんまりメリットがないんで、できるだけですね、穏便に早く解決した方がいいんです。で、その時にですね、こう、敷金なんちゃらっていう、こう、かなりこう、まあ、特化型の資格に見えますよね。敷金ってもう資格名に入ってますから、敷金診断士ですから、少なくとも敷金に関してはかなり詳しい人だっていうふうに思われますよね、おそらくは。なので、こう、名刺にですね、敷金診断士って書いておいて、なんか敷金のですね、生産で、こう、その場で例えば揉めているとしてもですね、私一応敷金診断士って資格持ってまして、それで、敷金に関してはある程度こういう知識がありまして、なんでクロスに関してはこういうふうに経年劣化がありましてとかですね、そういう説明をすることができるんです。もちろん資格を持ってなくたって説明はできるんですけども、持ってた方が、あ、この人が言ってることはまあ正しいんだなっていうふうに思ってくれるわけです。その場にいる人に関しては。少なくとも反論は減ります。やっぱり敷金診断士ってかなり特化型の資
資格っぽいもの持ってるわけですからね。から実際に私もトラブルの現場とかでですね、私一応敷金診断士っていう資格を持ってるんでっていうふうに言った上で話すとですね、一応ある程度詳しい人間が喋ってるんだっていうふうに思って聞いてくれるので、それおかしいんじゃないですかっていう反論が減ります。これは確実に減ります。もちろん言ってくる人いますけれども、言ってくる人が減ります。それだけで資格の価値はものすごくあるんです。なのでですね、結構資格を取るときに、その資格がどういう資格なのかっていうのが分かる名前の方がいいです。例えば敷金診断士なんかまさにそうですね、敷金について詳しいってのは絶対分かるわけじゃないですか。あとはそういう特化型の資格で言うとですね、定期借地借家権アドバイザーとかですね、これも私一時期取ろうとして出願したんですけど、コロナの影響で試験が中止になってしまって、ちょっと受験できなかった幻の資格でもあるんですけど、これはですね、要するにもう定期借家とか定期借地に関しても特化してる資格って分かるじゃないですか。ですからそれに関連するトラブルが起きたときにですね、この資格を持ってると、あ、とりあえずこの人は定借とか定期借地権とか定期借家について、この人は一通りある程度詳しい人なんだっていう風に思ってもらえるんですよ。そういう場だとですね、それがですね、それだけですごく役に立つんです。なんか独占業務なんか別になくたっていいんですよ。そういう資格を持ってるっていうだけで相手の反論がですね減るんですよ。これがものすごく実務をやっていると分かるんですが、すごく役に立つんです。なのでですね、資格は役に立つか立たないかっていうのは、こう就職活動において役に立つか立たないかっていう視点だけで見ない方がいいです。そうじゃないんですよ。やっぱり実務をした時にその方面の知識に対して詳しいのか勉強しているのかっていうところが、資格を持っているというだけでそれが証明できるんです。これはね、結構皆さんが思っている以上に大きいです。で、特に今言った敷金診断士とかっていう資格なんかは、別に資格の維持に別にお金はかからないので、取ったらですね、もう一生もんなわけですよ。ですから何か独占業務がなかったとしても、私敷金診断士っていう資格を持ってましてっていうくだりを言えるだけで、かなり仕事が楽になる場面が出てきます。これはですね、賃貸の敷金生産なんかをやってると特にそうなんですけども、非常にですね、役に立ちます。立つか立たないかで言えば役に立ってますということでございます。そういう視点でですね、こういうたくさんの資格を見ていただけるとですね、自分が今やってる業務において、これ持っていくといいなっていう風な資格が分かってくるんですよね。そういう資格を取ることによって、自分自身の仕事がですね、すごく楽になってきますし、円滑に回るようになってますし、周りから信頼されるようになってくるという感じでございます。何が言いたいかというと、資格はですね、それ自体が就職転職に役に立つかっていう視点だけじゃなくて、それがですね、実務において威力を発揮するんだっていうことをぜひですね、知っていただきたかったので、このお話をさせていただきました。その上でですね、これらの資格をぜひ見て眺めていただいて、あ、これは自分の今やってる業務にすごい近いなっていうふうにものがあればですね、ぜひ受験をですね、検討していただけるといいんじゃないでしょうかという感じでございます。ということで、また明日。